KPC Channel. PDCA School. はい、皆さん、こんにちは。高専プロモーションチャンネル、谷にです。どうでしたか、皆さん。ね、全校生徒に対する女子学生の割合についての統計情報でした。やっぱり、工業的というか、男男してるというか、そういった印象を持つ、そういった学科ではない学科が存在する。例えば、ビジネス系の学科だったりとか、バイオだったり、生物、物質系、そういった学科、が存在する高専には、ちょっと割合としては高めという傾向がありましたね。こういった統計情報、データがあり次第、まとめていきたいと思いますので、みんなで、見て楽しんでいけたらいいですよね。ということで、概要欄の方に統計のソースですね、引用元を貼っておきますので、もし気になった方はご覧になってください。ちょっと2、3年前のデータ2、3年前のデータとなっておりますので、今年度最新ではないことにご注意くださいということで、高専入試予想問題フリート配信について皆さんと、情報を共有していきたいと思います。15回目と16回目の答え合わせでございます。じゃあテンポよくいきますよ。まず15回目、早速いきたいと思います。昨日配信していたやつですね。英語からいきますよ。英語の会話文対策、会話文に関しては第2問の出題毎年されてますので注意しましょうね。毎年第2問で出題されてます会話文対策、こちらですね。皆さんまだ解いてない人は、動画を
ちょっと一時停止していただいて、もう一回考えたり、考え直したりしてみてください。もう解いた人はそのままご視聴ください。じゃあこんな感じですね。答えとしてはもう1です。1が答えです。じゃあなんでなのか、高専入試のための熟技、こちらを紹介していきたいと思います。まあ無料なんでね、しっかり、聞いて自分のためになるように、血肉にしていってください。まずシャルアイとシャルユー、この2つ忘れますよね。結果から言うと申し出と勧誘。でもこれ何回か参考書で見たんだけど忘れちゃうんですよね。よく言われるんですよ、中3の生徒に。シャルアイとシャルユー、あんまり学校でやってないから忘れちゃうんですよ。じゃあイメージで覚えていきましょう。シャルアイ、イメージで覚えるとこちらはね攻略可能です。シャルアイはですね、こんな羊ね、ジーヤ、ちょっとおやつ出しとって、おやつとお茶出しとって、あ、かしこまりました、お坊ちゃますぐご用意いたします。そういったイメージ。申し出ってことは何々しましょうかと、自分からおせっかいをしたり羊のように使えているイメージを持っておきましょう。そうするとシャルアイ、申し出、すぐ思い出せます。じゃあもう一個、シャルユー、これは勧誘ですね。ちょっとキザな男が、ちょっとお姉さん僕と何々しない、僕とどこどこ行かない、そんな感じのイメージを持っておいてください。シャルユーは勧誘です。お誘いと思ってください。まあ、すごいなんて言うんだろうな、シャルユーじゃない、シャルイですね、失礼、危ない、シャルイだった。これね、皆さんちょっとスクショとか板書した人ね、スクショとか板書した人ちょっと気をつけてください。これシャルユーじゃないですよ、シャルユーじゃなくてシャルイね、皆さんちょっと注意してくださいね。ちょっとこういったねミスも時々起こりますから、気づき次第ねすぐ訂正しますので気をつけてください。で、あと、もう一つセットで覚えておいてほしいのが5と6番ね。これは恋愛と空中、これもね、まあなんて言うんだろう、80点90点取れてるね生徒の皆さんはここできてると思うんだけど、どうやって覚えるかというと、許可依頼とね言われてもよくわかりませんよってことなんだけど、これ、ね、キャンに戻したらわかりやすいよ。キャナイとキャンユー、これキャナイとキャンユーっていうのは直訳すればもう意味が出てくるんですね。じゃあ直訳してみるとこうなります。皆さんできますか？キャナイとキャンユー、これはどうなるかというと、私はできますか？あ、なんか許可っぽいな。私はできますかってことは許しを請うている、許可を取ってるんじゃないか。キャンユーはあなたはできますか？あなたはしてくれますか？あ、依頼じゃん。そういう風に直訳するとね、覚えなくていいよね。ということでキャンに戻して直訳すれば意味が出る。なるべく暗記したくないそこの理系学生の君、こういう風に覚えていきましょう。ということで許可と依頼という風に間接的に覚えていくとグッドです。これがね高専入試のための熟技。なんでかというと、会話文っていうのはちょっと範囲が広くて覚えづらい。だからこういう風に完全に覚えなくてもその場で思い出せるような方法で攻略していくと勉強の効率がぐっと上がります。ということで次行きましょう。もう一つですね、5と6番に leave って意味が使われてるんですけど、 leave は残す、出発するって意味もあるんだけど、出発するということは自分が出発するということは誰かを残すということもあり得るので、残すという意味もあります。ですのでメッセージを残すという意味の残すということで leave が使われている、ここも確認しておいてください。ということでそれぞれの役を貼っておきますので、もし勉強したい人はスクリーンショットしておいてください。じゃあ次行きましょう。15回目の国語は語彙対策です。語彙対策はこういう問題でしたね。ちょっと難しかったと思うけど、 A 緩和球団については間違えても気にしないでください。おそらくこれね、見てくださってる親御さんでも間違えちゃうと思います。これね難しいんですよね、知らないと難しいと思います。答えはこちら、2番と1番です。2番と1番、じゃあそれぞれ確認していきましょう。緩和球体と金銭に触れる、それぞれの意味は話を、元に戻すととか、話を元に戻すと、それた話題を元に戻すと、金銭に触れるは感動することです。じゃあなんでこういう意味なのかっていうのを確認していきましょう。まず緩和球体、中国の明治時代の水滸伝の古事成語です。しばらく緩和を解いて球体し、そこから緩和球体という言葉が出てきました。緩和というのは無駄な話、そして球体は話すのをやめるという意味です。そこから無駄な話を話すのをやめる、元に戻る、元の話に戻ろうよということで、話が、言葉ができてきました。で、ちょっと注意しておきたいのが、まあ、ご用ね、疲れた、緩和休代、雑談して、休もうよ。こういう使い方じゃないんだよね。今から、元に戻るって意味で使われるんだから、こういうふうに、ちょっと休もうよ、違う話にそれようよ、という意味では使われない。これで答えてる人が多かった。気をつけてください。ということで、もう一つ、金銭に触れる。金銭に触れるは、いいものや素晴らしいものに触れて、感動、共鳴すること。なんで感動するって意味になるのかな？楽器と何が関係あるの？って思うんだけど、こういうこと。自分の心と弦、琴の弦を例えてます。これね、一緒に比較してるんですね。どういうことかっていうと、弦に触れて、ベンベンっていう風にね、震えているのを心が共鳴、共感することと被せてるんですね。そういうことで覚えておきましょう。激励に触れる、怒らせると混同しないように気をつけてくださいね。はい、ということでね、僕ね、もう資格マニアで、漢字検定とか日本語検定ね、一級めっちゃ勉強して取ったりしてるんですよね。で、そんな感じで、やっぱりやっておくとね、やっぱり試験に問われやすいやつっていうのはみんなが間違えるやつが取れることが多い。ね、皆さんも資格マニアの人いるかもしれません。オタクの人いるかもしれませんが、高専に入ってもね、専門に関する資格とか取っておくと、就活とかで便利だと思います。ということで緩和球大、続きに行きましょう。社会は覚えにくいところについて、言及しました。こういう問題ですね。衆議院の優越、皆さん、新しく勉強したことだからやっぱりね、歴史と地理と比べて忘れてしまってる。逆に、覚えているかもしれません。覚えていた人もいたかもしれません。じゃあこれね、結果から言うと、衆議院の優越が効果として現れるのは、内閣総理大臣の指名、予算の議決、条約の議決、そして承認ですね、条約の承認、そして法律案の議決、この ABC の3つです。じゃあそれぞれどういうことだったかというと、まず1つ目、問題のこの、何日以内っていうところね、参議院が何日以内に議決しない場合と、あともう一つあったよね。もう一つがこれ、衆議院参議院で異なる議決があったとき、両院協議会で不一致だった場合、衆議院の議決になる、こういった流れだったよね。これが一つ目。あともう一つが今回問題に出されてるこれ、ちょっと待ってね、こっちだ、ちょっとその前にちょっと確認しておきたいことがあった。衆議院参議院で異なる議決で両院協議会で不一致だった場合、なぜか参議院の議決は却下されて衆議院になる、衆議院の議決になる。なんで衆議院だけ、なんで非議されてるの？ここは皆さん分かるはずですよね。なんでか分かりますか？これ穴埋めしてください。なんでかっていうと、衆議院はこれこれもあり、任期がこれこれで参議院より短いので民意が反映されているから優先される。こちらの穴埋め問題は、そう、これ、解散もあって任期が4年、これが大事ね。みんなこれよく押さえとってね。これはもう知っといて当たり前ってことで、ちょっと厳しいですが、いきますよ。これ知っといて当たり前ね。じゃあ次ね、じゃあもう一つあったのがこれ、こういう手順だった。衆議院可決
後に参議院が何日以内に議決しない場合、ここの日数 ABC でそれぞれ違うってところを今回、問っているんですね。ちょっとマニアックなんですが、時々聞かれるのでしっかり押さえておきたいことところ。じゃあちょっと答え言うと ABC で10、30、60なので、そのまま ABC と並べるのが正解でした。まずこの衆議院の優越が働く手順というのが、この1番と2番のパターンってところをまず覚えておくこと。あともう一つが、衆議院になんで優越が認められているのか、ここが2つ目で、3つ目が、もう一つパターンがあるよ。衆議院可決後に参議院が議決しない場合、この時に衆議院が優先される。この3点しっかり覚えておいてくださいね。じゃあ理科15回目の理科いきます。動物の進化ね、これねちょっと楽しい問題だったはずです。シーラカンス、始祖鳥、カモノハシ、こいつらは進化の過程に、存在していたような珍しい生物です。それぞれ答えを見てみましょう。こんな感じね、それぞれ爬虫類から鳥類、魚類から両生類、爬虫類から哺乳類という風にそれぞれの特徴から判断することができます。例えば始祖鳥っていうのは爬虫類の、特徴を持ちながら、鳥類の特徴を持っている。例えば鳥なんてのはおしっぽにね、おしっぽじゃない、おしっぽってなんだ、しっぽに骨がないからね、でも始祖鳥はしっぽに骨があるんですよね。おしっぽって言っちゃったけど、しっぽにね骨がない本当はね。でも始祖鳥にはある。なんか爬虫類と鳥類混ざってないみたいな、そういう感じね。であとシーラカンス、シーラカンスっていうのは普通の魚に見えるんだけど、ここねお腹ら辺の腹びれがまるで血を這うためにあるように使われそうな形、そういった用途で両生類のように陸に上がって生活するかのような、なんかフォルム、ここが魚類と両生類両方混ざってるんじゃないのっていう見方。そしてカモノハシ、カモノハシは爬虫類と哺乳類、それが混ざっているというふうにこの特徴からわかるはずです。はい、ということで答えはアルファベータガンマでそれぞれ ACE というふうに、記号が触れるかと思います。はい、ということで数学いきましょう。数学はですね、大問1対策の面積比と幾何学、これに関する問題でした。これね大問1の対策ですね。幾何ってわかりますか？図形のことです。でこのね動画ね、まだ見てない人絶対見といて、高専入試の数学の大問1、どんな問題が出ているのか、どんな形式が出ているのか、来年はじゃあ今回ね、来年の次回の高専入試はどんなのが出そうかなっていうのをしっかりまとめている動画なので、まだ見てない人は絶対に見といて、数学っていうのは大問1どれだけ落とさないかで勝敗が決まったりする。これがねめっちゃ大事だから、この動画を必ず調べてみといてください。ということで、回答を表示しましょう。こちらはね中学2年生中学1年生の問題なので、回答のページで終わろうと思います。これね最短距離とか最短の道のりって言われたら、絶対に展開図を書いて直線で結んでください。でそこから求めていくという感じです。今回ね三平方の定理は出ないから、このタイプの問題は出ないと思うんだけど、実は三平方を使わなくてもこの問題は出せたりするから、しっかりと覚えておいてください。最短距離と言われたら展開図を書いて直線を引く、これはね覚えておいてね。黄色で書いてるところです。であともう一つね、こちらの問題ちょっと難しかったはずです。ちょっとねこれねチャレンジしてほしいから、回答をまず掲示します。僕が考えた回答はこれ、スクショしてください。これが1枚目、2枚目、3枚目、答えは4対17です。答えは4対17です。1枚目、2枚目、3枚目です。で、分からなかった人は質問してみてください。そして、相似の知識を使った別解。今出した1枚目、2枚目、3枚目っていうのは、これは中1、中2の知識で解いた話です。で、もう一個、中3の知識で解く別解があるので、紹介しておきます。中3はこれね、これ。1枚目、2枚目、1枚目、2枚目というふうにスクショして、ちょっと自分で考えてみてください。もしこの解説を見てさえも分からない人は、Twitter の DM でお待ちしてますから、質問してください。はい、ということで、15回目終了ということで、16回目ね、見ていきましょう。昨日ですね、昨日の夜、新しく配信したやつですね。じゃ16回目、まず英語の会話文対策見ていきましょう。まだ16回目を解いてない人は、動画を止めてね、まずツイッターのフリート配信か、夏季講習プレミアムレッスンを取ってくれてる方は、そのフリートの、アーカイブファイル、こちらから16回目をダウンロードして、自分で解いておくといいかと思います。そこからこの解説を聞いてくれると嬉しいです。じゃあこちらね、まだ解いてない人はこれを解いてから聞いてくださいね。じゃあ答え言っていきます。上から、I have a house about the size of yours。私は家を持ってます。私は家を有してます。どんな感じの家かというと、アバウトが説明してくれてますね。あなたのものに関して、あなたと同じようなサイズ。あなたの家、あなたが住んでる家と同じようなサイズと、っていうふうに言ってますね。じゃあ、あなたと同じぐらいのね、あなたが住んでる家と同じぐらいの家に住んでますよ。同じぐらいの大きさの家に住んでますよ。というふうに判断すればいいので、じゃあこのアズとアズの間、何を入れればいいのかな。じゃあこれわかるよね。家の大きさだから、ラージ、L サイズ、M サイズ、L サイズの L を表しているラージ、こちらが正解になりました。アズとアズの中には比較級ではなくて原級ですね。形容詞か副詞の原級を入れましょう。はい、OK でしょうか。あなたの家のサイズと同じぐらいのねっていうことでね、アズアズが、書き換えでできるという問題でした。じゃあ2問目、メアリー came earlier than Frank。メアリーはフランクより早く来ました。ということは、フランクはメアリーより遅く来たんだから、じゃあこれは比較級で、later than、later than、遅いの比較級、late の比較級の later than を入れましょう。はい、OK でしょうか。じゃあ3問目、Peter is older than Anne、Mike is younger than Anne。これちょっとね、論理的ですね。なんか高専っぽい。Peter は Anne より年上です。Mike は Anne より年下です。じゃあ Peter は3人の中で、そう、一番年上だよね。だから、最上級を使って、the old、間違えてる。the oldest ですね。危ない。よっしゃ、OK。やっぱ時々間違えるからね。でもね、間違え、なんとか気づけるからまだいい方ですよね。気づけなかったらね、皆さんコメント欄とかね、個別に教えてください。The old。で、皆さんちょっとここ紙授業させてください。紙授業って言いたいのに噛んじゃった。紙授業させてください。これね、なんで皆さん、the があるかわかりますか？ the って漢詞ですよね。名詞につくはずなのに、形容詞の前にあるって文法違反ですよね。皆さんこれおかしいですよね。高先生になりたければ、理系の学生ならば、なぜそうなるのか、きちんと言及、疑問を持ってほしいんですよ。なんでここに名詞がないのにもかかわらず、the、the があるのか。関心あるわけないよね。普通、the の後、the の後には名詞が来るはずなんですよ。なんでこれ old ですって。これ、形容詞じゃないですか。
文法違反じゃね？だってさ、ザ・ハッピーなんて言わないでしょ？ザ・タイヤード、ザ・スリーピングなんて言わないでしょ？なんでかな？ここでね、先生がそう言われたから、先生に、学校の先生にそう教わったからそうやってるんですよ。で、止まらないでほしい。みんな優秀だからその先に行けるはずなんだよ。じゃあちょっと説明するよ。なんでかっていうと、実はそんなにね、難しくない。なんでここにザがあるのか、ゼがあるのか、この EST ね、忘れてます。なんでこれザがあるのか、ゼがあるのかっていうと、これ、実はここに名詞が隠れてる、省略されてるっていうのを覚えといて、ここに名詞、隠れてるって知っといて、だから、最も年上の人ですというふうに名詞が省略されているんだってことを覚えておいてください。だから、ザがあるんだね。特定できるから、ザっていうのは特定でしょ。そのっていうふうに、あんと違って、ザはザっていうのは特定できるから、あ、一番年上って特定できるからザが使われてるんだ。そして名詞が省略されてる。あ、だからザを最上級の時は使うんだねっていうふうに覚えると、頭で考えてストーリーができるから暗記のコストが減るんだよ。で、みんなね、理系の学生がちょっと多いと思うから、なるべく覚えたくないはずなんだよ。自分の頭で考えてストーリーを組み立てて、なるべく暗記量を減らしたいっていう生徒が多いはずなんだよね。で、普通のみんなはそう思うはずなんだよ。で、そういうふうにやっていってほしい。で、僕はその知識を知ってるから、こういった動画で僕から学び取ってほしい。で、もっと知りたい人は、経済的に親御さんに頼んで有料レッスンを取ってほしい。まあ、どっちみちみんなが、得をするように、今国語ね。じゃ、これ問題でした。ちょっと1、3、2、4ってちょっと順番変わってるけど、ちょっと気にしないでください。じゃあちょっと答え言っていくと、息を飲むが、い、はっと驚くこと。で、合点がいくっていうのは納得する。で、2番の時期にかなった。これがその潮時としてふさわしいって意味。そして4番、しのぎを削るっていうのは、同じ力のものが競り合って争うことです。こちら、高専入試、5位の問題出てますので、しっかり知っておいてくださいね。はい、ということで次行きましょう。社会の覚えにくいところを見ていきましょう。こちら問題と回答も一気に出していきたいと思います。こちらね、ちょっと4番が難しかったかな。4番ちょっと正解してる人が少なかったので、ちょっと解説していきたいと思います。まずですね、これ、この問題だけ正解すればいいかななんて思ってた人、それ最悪の勉強法です。あのね、高専入試とか公立入試っていうのはすごく幅広い範囲が聞かれるんだよ。でね、みんなが解いてる問題だけを解いて満足してるようじゃ効率が悪いんです。できる人、点が取れてる人っていうのはどういう風に勉強してるかっていうと、解かれた問題と親戚だったり類似する内容、これをもうその場で一気に覚えてます。例えばこの場合、イの A、盧溝橋事件っていうのを勉強して終わり、あーよっしゃ勉強したぞ今日もで終わるんじゃなくて、じゃあ A が今ね、A か、 A がね、その流浄庫事件、あ間違えた、今回の問題は A の時点で場所に流浄庫事件が起こったっていうふうに勉強して、はい終わりじゃなくて、じゃあ B と C と D ってどうだったっけ、忘れてるかな、今自分正解できるかなっていうふうに勉強してほしいんだよ。 A の流浄庫事件だけをこの問題から学び取って終わっちゃダメだ。 B と C と D でどんな事件が起こってるのか、そこまで見て勉強を終えてほしい。そしたら中国と日本の関係して、その事件が起こった場所でどの問題が出ても対応できるでしょ。そういうふうに勉強していこうや。じゃあ一緒にちょっと僕と今からその例を示すからやってみよう。じゃあ A と B と C と D でそれぞれ流浄庫事件、盧溝橋事件、岩団事件、高架道事件、この名前だけじゃダメ、この名前だけじゃダメ。高専入試っていうのは地理的な場所と出来事、これがセットで聞かれることが多々ある。あともう一つ、その事件は何のきっかけになったか、今スライド出てるけどこれしっかり覚えといてね。ちゃんと組み合わせて、どっちかが出てきたら満州事変のきっかけは流浄庫事件、流浄庫事件は満州事変のきっかけっていう風に両方向で言えるようにしっかり覚えといて、で ABCD それぞれ場所も覚えておきましょう。 A は流浄庫事件、満州ら辺ですね。盧溝橋は北京付近で、義和団事件と高架道事件は南ら辺っていう風に覚えておきましょう。はい、ということでちょっと例で義和団事件についてちょっと話そうと思います。皆さん、義和団事件、日露戦争、ここまで関係があるってことは知ってると思いますが、ね、知らない人はちょっとごめんね、勉強してね。義和団事件と日露戦争っていうのは関係がある、そこで終わってちゃダメ、どう関係あるのかってところまで踏み込んでいきましょう。じゃあちょっとストーリーで解説していきます。まずね、日清戦争後、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、列強って呼ばれてたやつが、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、列強ね、が中国の進出をね、中国進出が進んだ。なんでかっていうと、日清戦争どんな時だったかっていうと、眠れる獅子って聞いたことあるでしょ。社会の資料集調べてみて、社会の資料集、社会の歴史の資料集で、清っていうのは、中国っていうのは眠れる獅子だった、いや清って大国だから戦争仕掛けたらやばいんじゃねっていう風にいろんな国が思ってた。でも見て、日清戦争で清が負けちゃったでしょ。あれ、眠れる獅子じゃなくて子猫ちゃんだったんじゃないのっていう風に他の列強が思ったわけ。だから中国進出が進んだの。これみんなわかるでしょ。眠れる獅子って聞いたことあるでしょ。資料集で書いてた。でも日清戦争でちっちゃい島国である日本に負けてしまった。あ、眠れる獅子じゃなくて子猫ちゃんだったんじゃないのということで、みんな中国進出に進んだわけです。じゃあ次、この外国の支配への抵抗勢力、いや我々中国人はこんな列強に支配されてたまるかっていう風に立ち上がったのが義和団です。秦っていうのは義和団による民族蜂起を鎮圧しようとします。秦っていうのはね、おいおいちょっと列強に逆らったらダメだって、今戦争で国力持ちてるんだからちょっとおとなしくしとけっていう風に義和団を政府が鎮圧しようとしたんだけど、でも列強っていうのは選挙を占領しました。で、義和団を支持して列強に宣戦布告していきます。これを義和団事件って言います。オッケー。秦っていうのは義和団による民族蜂起を鎮圧しようとするんだけどね、北京をね、首都今でいう首都を列強に占拠されたら、いやもうそこは政府は一転しました。いやこれは本当にやばいんじゃないかと、中国乗っ取られるぞってことで、政府と義和団、これが協力して義和団を支持して列強に宣戦布告する、これを義和団事件って言います。ね、この流れ大事だからね。じゃあもうちょっとストーリー聞いていってよ。次、これはしかしイギリス、アメリカ、ロシアなど8カ国の列強による連合軍がもうね、すぐにね、ワンパンです。8カ国ですから、8カ国弱ってる中国なんか敵じゃないわけで、しかも眠れる獅子じゃなくて子猫ちゃんでしょって思っちゃってるから、速やかに北京を奪還しちゃって秦を降伏させちゃいました。で、この絵、
その絵めっちゃ大事。皆さん覚えといて、資料集で見たことあるでしょ。これね、構成入試とかでもよくね、風刺画とか、資料集の片隅に載ってるやつとか、時々出すんですよ。しっかり絵と対応させておきましょう。これ風刺画ってやつね。その後、北京議定書を結んで、列強による中国分割。眠れる獅子じゃなくて、子猫ちゃんだったんでしょ。じゃあちょっとこの中国の列強がね、中国の広い土地をね、どう分けるかみんなで話し合いしようよ。っていう風に、この風刺画が表してるわけです。これで全部繋がってくるでしょ。で、次。ロシアはこれをきっかけに、満州を実質的に支配していったんです。ロシアね。ここでロシアが出てくる。で、満州っていうのは韓国に隣接してるんです。じゃあここで誰が困るかっていうと、日本なんですよ。これ見て。ロシアはさらなる進出を恐れた日本。ロシアがどんどん進んでいったら、ね、帝国主義だった日本っていうのが、あれ満州取れなくねってなるはずです。で、ここで韓国での利権を守るために、ロシアを敵視するよね。で、ロシア何してくれてんだよ。俺らの場所だぞって。で、次。1902年、同じくロシアの進出を警戒するイギリスとの間に利害が一致するわけです。ね、ロシアが来てる。わ、僕イギリスなんだけど、わ、ロシアがなんか攻めてきそう。いや、ちょっとなんか同じ困ってるやついねえかなって、日本。これが利害一致したわけです。イギリスと日本っていうのは、同じロシアっていう敵をもとに日英同盟っていうのを結びます。これはね、皆さん、ね、言葉は知ってたかもしれません。このつながりだったんだっていうふうにわかるはずですね。じゃあ次。1904年、ロシアは、日本に宣戦布告されて日露戦争になった。大元をたどると、そう、義和団事件だったんです。これで分かったはずですよね。で、次。イギリスは南アフリカ戦争の直後だったため、イギリスは国力をね、ちょっと落としてたから、結局日本は単独でロシアと戦って、日露戦争に勝利して、そこからまた始まっていくと。で、その先の話は一旦これで終わりと。で、皆さん、これ一つ気づいたかもしれませんけど、学校のワークで丸暗記していたワードが点です。ワードが全部繋がるでしょ。こういう風にね、歴史を勉強しないとダメなんですよ。今の勉強が最低ライン、高専入試ね、安定して合格ラインに乗りたければ、最低ラインの歴史の勉強です。これ全科目でも言えるけど、こういったストーリーを元にしてね、理解して進めていく。これが大事かな。だからこういった感じでね、冬季講習ではできるだけ広い範囲の歴史、この理解で攻めたいと思ってます。ということで、義和団事件の解説でした。じゃあ残りはね、ちょっと軽く解説していきます。龍城湖事件、盧溝橋事件、それぞれこういったもんですね。龍城湖事件っていうのは満州付近で日本の所有する鉄道が爆破された事件です。この事件をきっかけに満州事変が起こりました。盧溝橋っていうのは何かっていうと、北京郊外の盧溝橋っていう橋で起こった事件です。日本軍と中国軍の衝突。だから爆破と衝突だから全然違うよね。龍城湖と盧溝橋って混ざりがちだよね。上が満州事変のきっかけ、下が日中戦争のきっかけ。で、龍城湖事件がただのっていうか結構大規模なことなんだけど、鉄道の爆破。で、盧溝橋が軍と軍の衝突。こうやって覚えておきましょう。で、その周りのサイドストーリーとかはちょっとね、この動画でやっちゃうと1時間ぐらいになっちゃうんで、ちょっと軽くね、入試で正解するためだけの知識として皆さんにご提供します。で、次、高架道事件ってこれ何かというと、開国を拒む朝鮮と無理やりにでも開国をさせたい、そういった日本との間で起こった軍事衝突事件です。これどういうことかっていうと、なぜ開国させたかったのか、なんで日本が朝鮮を開国させたかったのか、この時朝鮮っていうのは鎖国状態でした。で、あともう一つ、高専入試に向けて合わせて覚えて解いておきたい問題、政官論をその時取っていた幕末志士をすべて選べだったり、高架道事件など何が起こったのかね、それも踏まえてやっぱりちょっと冬季講習で皆さんと確認していきたいと思っている。ここで全部やっちゃうとネタがなくなっちゃうから、ちょっと残しておきたいですね。はい、ということでね、社会が得意な人ってね、こんな感じ、マインドマップだったりナレッジツリーっていう記憶構造を頭の中に持ってます。例えば僕だったら、もう龍城湖事件って言われた時点で、もう龍城湖事件、盧溝橋事件、高架道事件、義和団事件など、それあと甲午農民戦争とかね、戦争ときっかけとなった事件としてバババババババっていっぱい出てくるんですよ。そういう風に属性で分けたり、そこから派生して類似する単語として覚えている。そういう風に社会を覚えていくと、めちゃくちゃ効率よく早く点数が上がります。これはね、やっぱり冬季講習とかで実演していきたいなと思ってます。じゃあ次、理科の計算対策、これですね、ちょっと答えをもう一気に出そうと思います。もし問題を見たい方はですね、フリート配信のアーカイブだったり、Twitter のフリート配信をご覧ください。これが答えですね。ちょっと計算問題難しかったと思うんで、もしわからなかった人は僕に DM を送ってきてくださったら、受験生ご本人が DM を送ってきてくださったら、ちょっと見せたいと思いますので質問してください。じゃあ数学ね、こちらも今回ね、そんなに難しくなかったので、見ていきましょう。こちらですね、高専入試の数学大問1の攻略法ということで、ご提供してますので、必ず見ておいてほしいと思ってます。で、これですね、確率の問題、これが答えです。で、あと、旧跡問題がこちら。そんなに難しくなかったはずですね。ちょっと見かけはね、ちょっと難しそうなんだけど、まあ、解答見たらそんなにね、難しいもんじゃないかなというふうに感じると思います。きちんとスクリーンショットを撮って、自分でね、答え合わせをしたり、理解を進めて、類題だったり、似たような問題が来たら解けるようにしておきましょう。はい、ということで、15回、16回目の答え合わせ会でした。高専入試予想問題、フリート配信、アーカイブということで、ずっとね、今ね、溜めていってます。一つの問題集になるように、どんどんデータでまとめていってます。これはですね、夏季講習プレミアムレッスン購入者の皆様にすでに配布しています。もしね、ご購入者様でまだフリートアーカイブ、なんて言うんだろう、配信されてない。あれ私、なんか優勝サービス買ってるのにまだもらってませんよって人は、ちょっとお手数ですが、ご一報ください。配信させていただきたいと思います。はい、ということで、15回、16回目のフリート配信の答え合わせ会でした。ということで、今回の動画終わると思います。全体の動画としては、高専入試じゃないや。高専の各高専、全国高専の、女子生徒の全校生徒に対する割合についての動画でした。こういった統計情報、また今度ね、機会があったらまとめていきたいと思います。今回の動画は以上です。ありがとうございました。PGA School。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.